はい、それでは今日は埼玉アストラリアの4人のメンバーに来ていただきました。自己紹介を一言、お名前と、ポジションと、はい、はい、言ってもらってもいいですか。はい、埼玉アストラリア背番号9番外野手の加藤優です。はい、埼玉アストラリア背番号28番外野手の南です。埼玉アストラリア背番号3番の内野手奥村奈美です。埼玉アストラリア背番号11番ピッチャーの磯崎ゆかりです。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日4人はですね、春季リーグが間もなく3月23日から始まるということで、公式戦の PR に来ていただきましたが、フルカウントでは女子野球のファンもいっぱいいますので、今日は動画で選手たちを紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。こちらでですね、いろいろと質問を考えてきましたので、皆さんに野球のことからプライベートのことまでいろいろと聞いていきたいなと思いますので、なんかもう女子トークみたいな感じでワイワイご自由に騒いでもらって構いませんので、リラックスした感じでお答えいただければと思います。はい、さっきのノリでいいですよ。このカメラが回る前のインターバルの楽しい感じで大丈夫なので、はい、よろしくお願いします。はい、では皆さんに共通して、一斉の背で指さしてください。急に来た一斉の背でこの後言わせてください。一番この中で野球にストイックなのは誰ですか。いいですか。ちょっと待って。OKOKOK。いいですか。はい、せーの。はい。嘘。はい、3票加藤さんに。嘘だ。絶対嘘ですよ。まあ先ほどもね、絶対トレーニング。トレーニング意識が高い。いや。どうですか。皆さんトレーニング意識が高いという声もありましたし。そう。はい。嘘、本当すごい考えてそうな、イメージ。でも、そんな言ってるけど、私は奥村先生全然嘘だった。すごい練習やり込むじゃん。嘘、うん、っていうイメージ。南選手の顔見て、そびれ全然違う。でも、私の何のイメージを、嘘、そう、南選手、奥村選手だから、結構なんか、間違えた適当そうみたいな感じなんだけど、めちゃくちゃ練習、すごいめちゃ黙々とやり込む、そのまますごい、キャップすごい、いいことですか。うん、前向きでいいです。っていう、いや、そんなことじゃなくて、ダメとかじゃなくて、となんか特にやり込むっていうイメージ。そう。では第2問、はい、この4人の中で一番女子力が高いなと思う人は。うわ、迷うんですけど、ここなんですよ、絶対本当に完璧すぎる。はい、せーの。おお、すごい、綺麗な2対2。え、でも迷った。じゃあ、南さんと磯崎さんですね。うん、その理由を、じゃあ加藤さんと奥村さんでお願いします。じゃあ、どうぞ、先。分かった。いや、もう磯崎選手はもうずっとこう女性らしいというか、女性らしいけど、でも野球の時も女性らしさを保ちながら活躍するみたいなところがなんかあるんですよ。なんか化粧品とかも詳しいし、私、南選手はもう、まあ、その美意識というか、なんか同じ感じ、結構なんか、イエーイ、うちらやばいよ。ちょっとなんか隠れおじさんみたいな。ここはそう。でも南選手もなんだろう、化粧のこ、なんか髪の毛とかね、得意だよね、やるのとか。あ、やるのは好きです。です。なんか南選手はもう本当今時の女子みたいな感じで、そう、新しい、一緒に出かけたりしても、なんか、はい、写真撮りますみたいな、なんか、お仕事とか教えてくれたりするし、なんかもう本当に、なんか、なんだろう、その、なんて言いますかね、本当、今時って感じです。うん、高い女子力、うん、そう、うん、ね、詳しくは、インスタグラムの方で、ご覧ください。出てます。第3問、これ野球の質問、3つ目最後です。1日この選手に生まれ変わって試合でプレーをしてみたい。
難しい。ちょっと待ってください。いいですか、はい、せーのできます。せーの。あ、この中でか、間違えた。あ、分かった、はい、はい、はい、みんな見られますね。なっちゃうこう、どっちですか。加藤さん、はい、南。おお、絶対でかいからや。違う、加藤さんの理由と大きないですよ。南さんの理由を教えてください。はい、加藤選手は、まあ、外野ってところで、うん、私、遠投が特技っていうか好きなんですよ。で、内野ではやっぱり短い距離を投げるのが多いので、あの外野でレーザービームをしたいです。だからそのこうで、かっこいいんですよ、そのシルエットが。飛んでからこう投げるフォームとかかっこいいから、それにこう乗り移って、レーザービームをしたい。代わりに投げてしょ。じゃあそのプレーも加藤さんは注目ということですね。私は南選手になってホームランを打つ感覚を味わいたい。長打、長距離の方です。長距離の方。あと南さんに投票したのは、はい、はい、私も、はい、私普段ピッチャーで打席に立たないんですけど、はい、ホームラン打ちたいな、打ちたいな、南選手みたいにパーンって打ったこの感覚を味わいたいなと思って南選手にしました。ありがとうございます。ちょっとこの質問と違うんですけど、南さんにお聞きしたいんですが、個人的にホームラン打った後の感触、あのベース回る感覚っていうのはどんな気持ちなんですか。いや、今まで打ってきて、いつもなんか気づかないですよね。一生懸命走っててで、あ、入ったみたいな感じで、わーみたいな、やっとなんか三塁、二塁回ったぐらいで、あ、入ったで、笑顔になるみたいな、それまで一生懸命走ってるみたいな。ちなみに奥村さんはどうですか。私も全速力で走ってるんですけど、分かんないですよね。はい、瞬間はもう、みたいな感じで。でも、私、南選手はいっぱい打ってるんですけど、私は去年初めて2本打てたので、なんかその2塁からホームに帰ってくる、あのなんか独特な雰囲気がちょっと恥ずかしいみたいな、ちょっと雰囲気がね、恥ずかしいっていうか変な気分になります。ベンチチラチラ見ながら、なんかやばいやばい、ここ